皆さんどうもこんにちは。ここはケースベスタンリザーブ大学の研究結果などをもとにインターネットポルノの悪影響について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速ですが、最近ではポルノがかなり強めに問題視されておりまして、その理由がインターネットによってすぐに見れるようになったからでございます。昔はポルノの雑誌買うとかレンタルビデオ店で借りるというちょっと恥ずかしい思いをしないと、そんな素敵な情報は手に入らなかったわけでございます。レンタルビデオ店だと超大人向けコーナーみたいな隔離スペースがございまして、私も10代の頃は18歳未満はダメだよみたいなことが書かれた謎ののれんをくぐってそのスペースに入る、もうそれ自体が恥ずかしいのに、最後 DVD 借りるときに店員さんにこいつ今からこれ見るんだウケるみたいな視線を感じつつレンタルしたりと、そんなハードな試練を乗り越える必要があったわけでございます。ただ今ではネットに繋がっていれば24時間365日いつでも手軽に見れるようになりました。そんなすぐに見れるポルノでございますが、人間の脳にはびっくりするぐらい刺激が強い超常刺激の代表例、それがポルノでございます。いきなり出てきた超常刺激、これは人間が本能的に魅力的だと思うものの誇張版として人工的に作り出されたもの、それが超常刺激でございます。この超常刺激の代表例としては、インターネットポルノとジャンクフードが2トップかなと思っておりまして、例えばピザやハンバーガー、フライドポテトといったジャンクフード、これは脂肪糖質塩分という人間の脳が大好きなものを緻密に計算して人工的に作り出されたもの、それがジャンクフードでございます。そんな刺激が強い食べ物を食べると、脳は強い興奮を覚え、一種の中毒状態に陥り、健康を害するほど食べてしまうわけでございます。特にジャンクフード大国、アメリカでは、びっくりするくらい太っている人が多いイメージですが、あれはこの超常刺激が原因なんじゃないのと、よく言われているわけでございます。そして、これと同じくらいに刺激が強いのが、インターネットポルノ。例えば、現実世界では、なかなかお目にかかれないような、びっくりするくらい美人で、スタイルが超いい異性が、幅広い年齢層で、しかもノーマルなものから、アブノーマルな内容まで、無数にある。これが人間が本能的に魅力的だと思うものの、誇張版として、人工的に作られた、超常刺激、インターネットポルノの世界でございまして、しかも今では無数の映像が手軽に見れちゃう、そんなん中毒にならないわけがないと、そういうわけでございます。あと個人的に注意したいのが、ジャンクフードは食べ過ぎると太ったり健康診断で引っかかったりと気づくことができますが、ポルノ中毒はなかなかわかりづらいことで、例えば家に帰ったらずーっとポルノを見てます、なんだったら1日に何回かは発射してますけどイエーイみたいなポルノ上級者の方がいたとしても、パッと見は普通の人ですし、健康診断に行っても医者からあなたポルノ見すぎですとレントゲン取ったらもう脳みそがただの変態野郎の形になってますよなんてこと言われることもありません。なのであまり危機感なくポルノ見まくって発射しまくっている人が多いイメージですが、ポルノの見過ぎはちゃんと体に悪いですよとケースベスタンリザーブ大学が発表しているわけでございます。研究内容も合わせて解説させていただくと、713名の参加者を集めて、まずは全員に診断テストを実施して、普段どれくらいポルノ動画を見ているかや、ポルノ中毒の症状が出ていないか、あとは日常的なストレスレベルをゴリゴリに調べ、その後1年間追跡調査するという内容でございました。ちなみに、この論文の統計によると、男性の 87%、女性の 34% は定期的にネットでポルノ動画を見ているとのことで、女性も結構そういうの見るのね、といった印象で、あとはインターネット全体のトラフィック量の実に 13% がネットポルノの通信量だったよ、とのことで、みんなやっぱりポルノ大好き、そんな感じでございました。そして1年後の結果が、インターネットポルノを見る人ほどうつ病を引き起こしやすかったり、怒りの感情に襲われやすかったり、極端な不安にはまりやすかったりと、メンタルへの悪影響がやばかったですよと発表しているわけなんです。じゃあなんでポルノを見すぎると精神病むのと、その理由についても解説させていただくと、研究者のコメントによると、ポルノを見すぎるとポルノばっかり見てる俺はダメなやつだと考える、そうすると無意識に自分はセルフコントロール能力がないという考え方が取り込まれる、そうするとメンタルが悪化するみたいな流れで精神病んでいくのよみたいにコメントされておりまして、男性あるあるですが、例えば朝から張り切って大砲をドカンと打ちますと、多分その日は何もやる気が起きなくなったり、謎の倦怠感に襲われる、俗に言う賢者モードみたいな状態で一日を過ごすことになりますが、そんなことしてたら自分はダメなやつだと思う回数が増えたり、シンプルに何もやる気が起きませんし、日々の集中力も下がるので、どんどんメンタルが病んでいっちゃうと、そういうわけでございます。
なので皆さん、ぜひともポルノ立ちをして人生変えましょうと。あとちなみに、ポルノ立ちをすることによってよく報告されるメリットをざらっと紹介させていただくと、生活全般において活力向上、頭がはっきりして集中力向上、あとはうつ症状が軽減したり、自制心が高まったりとメリットが多いよと考えられておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。あと最後、ポルノ立ちをする際の目安でございますが、完全に立ち切るのではなく、よく推奨されているのが週に1回、もしくは年齢によって適切な回数は変わるよねといった考え方がございまして、よく使われる式が、括弧年齢マイナス7、括弧閉じ割る4という式でございます。例えば27歳の場合、括弧27マイナス7、括弧閉じ割る4で、だいたい5日に1回くらいに抑えるのがいいのね、みたいな感じで計算できますので、ぜひともインターネットポルノと適切な距離を取るための目安にしていただければと思います。さらにですね、最近では英語学習は必須になってきておりますが、外国語を学ぶと日々の集中力や記憶力が上がったり、脳が物理的に発達したり、その他の科目にもいい影響を与えたりとメリット満載なんですよというわけで、複数の海外大学の研究を元にした外国語学習で脳に起こるすごい効果3選を紹介した動画をこの動画の概要欄でぜひご覧いただければと思います。またですね、中瀬の本棚公式 LINE ではこんな感じで科学的根拠にも基づいてゴリゴリに痩せる方法を配信しておりますので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。